はい、ちょいき太郎です。あの、もう、とうとうネタがないのかということで、昨日その、ネタがないっていうか、もう、あの、出張だったんで <laughs>、あの、集中して、ジャニーズ事務所のことを追えなかったんですね、私。で、まあ、昨日の3時ぐらいに出したやつが、まあ、それでも、ね、そこそこいったね、内容なくても伸びるんだということで、でも、ジャニーズ事務所より、やっぱり木村拓哉さんの件がいいな、 ということで、だだ、なんかインスタとか載ってないかなと思ったところ、やっぱり原点に立ち返って、あのー、木村拓哉さんのこのオーキペディアを見たんです。皆さんもう一度ね、振り返ってみましょう。ね、本人の知らないうちに親戚が履歴書を送り、1987年11月、ジャニーズ事務所に入所って、ヒカルの、なんとヒカルのバッグについていた。 ジャニーズジュニアないグループ、スケートボーイズのメンバーになるんだって。で、スケートボーイズから中井くん、稲垣くん、森くん、草薙くん、香取くんとともに選抜され、男性アイドルグループ、スマップを結成だって。ね。で、まあ、その、こう見ていくところで、うん、あの、特筆するところは、この、1995年の、 君を忘れないでっていう当時のトレードマークだった、挑発のまま第二次世界大戦末期の特攻隊員に奮して話題を呼んだ。なんかおかしかったよね。うん。そんなわけないよねっていうのを私も覚えています。で、これ、まあ、適当にね、これ、私を読んでいったここなんですよ。なんと、この2006年に主演した、えー、映画の武士の一文 だったよね。1分じゃないね。1分だったよね。確か。第30回日本アカデミー賞にて13部門で受賞を果たすも、賞レースには参加しないというジャニーズ事務所の意向で、木村のみ優秀主演男優賞を辞退することが発表され、あれれれ,れ。れこれなんかおかしいよね。このなぜか、このジャニーズ事務所のタレントが賞レースに参加しないっていうようなことを、これ調べていくと、不思議なことが、 あの、ヤフー知恵袋、これ、2009年5月のね、投稿で、ね、ま、ある方がね、ま <laughs>、じゃ、あの、ヤフー知恵袋で、なぜジャニーズ事務所の人たちは賞ーレースに参加しないのですかとこうあるわけですよ。日本アカデミー賞とか、レコード大賞とか、あとは紅白なんかはスマップと東京しか出ませんよね何なんですかって。これ2009年,年のことですよ。ねもうやっぱりその時から何かおかしかったんですね。 賞を逃したらジャニーズとして恥ずかしいからですかプライドなんですかあれだけ映画やドラマ、CD を出しているんだから、せめて日本アカデミー賞くれば出てほしいと思うのです。自信がないからなんでしょうか <laughs> うん。で、あの答えが、ベストアンサーが、確か、いくつか候補者の中から賞を選ぶ者には参加しない。で、アカデミー賞、レコード大賞。 その個人に対して贈られる賞のものは参加するオリコンベストジーニストという方針だったはず、と。ねスマップの世界に一つだけの花の時はナンバーワンよりオンリーワンと歌ってるからレコード対象は受けないだったと思います。ねジャニーズ事務所と辞書を検索すれば何か載っていると思います。まあね、当時からね、意味深ですね。 で、その他の個体で、レコ隊はバーニング剣をエベックスの出来レースからですよ。バーニングとジャニーが、ジャニーが仲悪いのは今回、草薙のリークの件でも分かりましたし、紅白は元からジャニー枠は2つで、スマップはほぼ不祥事を起こさない限り、確定で残り1枠を、と、東京と近畿で争うことになります。ねえ。そういうことなんですよ。もうなんかこの辺からもうおかしかったんですよね。いろいろ。だから結局事務所間の問題であって、まあ、 一番ここがまたフューチャーされてくるのが、近藤正彦さんのお母さんの骨壺が盗まれるという事件が、遺骨を預かっているからレコード対象を辞退しろっていう事件ありましたね。で、未だにこの骨壺が書ってきてないということなんですが、ねえ、こういったようなことも要因となるということなんですが、 まあ他の人と争いたくないとそういう理由もあるかも。要するにグループ内で争うような形になるっていうのもあるのかもしれませんが、あの、ここで、ここに2900年の5月27日があるんですよ。昔、忍者というグループがいたのですが、ジャニーさんが演歌部門のノミネートにしてほしかったらしいですが、 ポップス部門でのノミネートになって、それが原因で、ジャニーさんがその後一切参加しない方針に決めたというのが理由の一つですと。アカデミー賞は、なんかね、お金取るみたいなことっていうようなことがあって、なんかやっぱりこの時も、そのあくまでもヤフチェブクロなんで、明確じゃないんだけど、世間ではやっぱりそういうことが言われてて、ここもやっぱり、ジャニー北側のね、 もう今にしてみたらそうか、この人の気分っていうか、この人の思うことでこう忖度され動いていたんだなっていうことですこの忍者の子たちっていう被害も出てますよね。なんかこういうことが全部辻褄まがっていくっていうのが恐ろしいっていうか、その時はそんな風には通ってないんだけど、うーん、ねえ。 ね、またこれ、スマップは二度レレ、レコード対象を、レコード、レコード対象を辞退してします。ノミネートに値しない程度の活躍ではありませんと。ね、紅白はジャニー枠が決まっているそうです。毎年、白組の半分がジャニーズなんてことになった NHK も困るでしょうとか、ね。もうこの当時からそういうことなんですよね。うん。なんかね、かわいそうっていう感じですよね。今思うと。うーん で、いろいろこれ、調べてくると出てくると、なんかなーって、もうそういうのがつじつまがってきちゃうっていうか、もうこう思うとね、うん、そろそろ木村さんなんかね、インスタに何か言ってくれるとね、ありがたいなっていう今日この頃でございます。以上です。